100周武道具店の動画。ああ今日も筋トレきつかった。プロテインでも飲むか。やっぱりプロテイン飲むことで筋肉もできるし体の修復もできるしね。よいしょよいしょよいしょ。え、ここ住んでんの？こんにちは、100周武道具店のガレース、やってますか。わー、今日はリクエスト動画です。オカモンさん、自分より背が高い人との戦い方を教えてください。これよく聞かれるんですよ。絶対みんな背が高い方が有利って思ってるでしょ。だから背の高い人には面はどうせやったって届かないんだから、コテと胴だけ打ちましょうなんて言うと思ったら大間違いですよ。もしあなたがね、背の高い人を目の前にしてどうせ面なんか打ったって当たらないって思った瞬間、もう二度と面を打つことができなくなる。その考え方が一番怖いんですよ。ヒントは講談社の先生の稽古にあります。講談社の先生、年配の先生って比較的身長低かったりするじゃない。に対して最近の高校生とか中学生とかって、ね、もう身長高くてね、手足はスラーッと長くてね、全然身長で言えば差がある。でもこの2人が稽古をしたとしたら、講談社の先生はうわ身長高いな、じゃあ面打たないでおこうなんて考えてないよ。考えてない。真逆。講談社の先生の考え方っていうのはね、相手が身長がすごい高い高校生とか中学生だったとしてもよ、してもよ、絶対面で勝ってやるって思ってるの。そして実際勝つの、真ん中スパーンって割るの。だからこそ講談社なんだよね。背が低いから身長差があるから単純に面が届かない、当たらない、打てないっていう風には考えないでほしいんですよ。身長低くても強い先生いくらでもいらっしゃいます。いくらでもいる。もうイノシシみたいな、こうエネルギーの塊みたいな先生でドーンと面打ってくる先生いくらでもいるんですよ。僕の周りにもいらっしゃいますよ。身長そんな高くないですよ。160あるかないかぐらいですけども、学生時代には全国2位とかもういっぱいいるんですよ。強い先生、そういう先生は言うんですよ。僕はあんまり身長が高くないからねって言うんだけど、実際稽古したら身長なんかも関係ないぐらいガーって打ってくると。今日の答えなんだけど、これは僕の考えよ。僕の考え。身長差がある時こそ、面で勝負なんですよ。ただ、普通にしてたら当たらないよ。普通に打ったって絶対当たらないから、そこで工夫が必要になってくるんです。そもそも身長が高い人だって、低い人やりにくいなって思ってるんですよ。そして、ここからがポイントなんだけど、どうせ面は届かないから、打ってこないだろうと思ってるんですよ。だから、コテと、胴と、返し技と、そこだけ気をつけてればいいやって考えてるんですよ。その逆をいかないといけないんですよ。背の低い人っていうのは高い人を目の前にするとどうせ届かないからって面を諦めてるんですよね。で、それは背の高い人にも分かってるんですよ。どうせ面打ってこないだろうと。だからこそ面打ってきた時に当たるんですよ。そして最大のポイントはね、ここからよく聞いといてね、身長高い人に対して面で打て、工夫して面で勝てって言ったんだけど、面が当たればいいんだけど、最悪面が当たらなくてもいいんです。ここでやりたいことっていうのは、背の高い人に対して、あ、こいつ面も打ってくるなって思わせることなんですよ。この差が大きいんですよ。これこそが背の高い人に対する攻略法なんですよ。意識を面打つぞって思わせることなんですよ。そうすると相手が、今までだとコテと胴しか守ってなかったのが、面も守らなきゃいけないでしょ。守るとこが一箇所増える。そうすることで初めて手元が上がるから、コテとか胴とかが当たるんです。最初からコテと胴だけ打ってても当たらないです。面も打つぞっていうのがあるから、コテと胴が決まるんです。じゃあ具体的な攻め方なんだけど、一番目はできるだけ足を使って相手に的を絞らせないってことなんです。背が高い人なんで苦手かっていうと、みんな多分こう考えるんですよ。こっちは振りかぶらないと当たらないのに、背が高い人は腕を伸ばしただけで届くじゃないか。でも本当に怖いのは打ってくる時じゃないんですよ。背の高い人が怖いのはその前、攻めが怖いんですよ。背の高い人がどっしり構えて真ん中グッと中心取られたらめちゃくちゃ怖いんですよ。圧迫感、プレッシャーすごい感じる。ほとんどの人が重心が後ろにずれて動けなくなるんですよ。このことをいつくって言います。いつく、そこを打たれるから上から乗られた気分になるんです。そうされないためにはちょっと工夫してね、足を使って相手に的を絞らせないっていうことが大事です。前後だけが無理だったら、ちょっとこう横から攻める、斜めから攻める、表裏、これもいいかもしれないですね。
次はやっぱり左足の準備ですね。いつでも打てる左足できてるかどうか、かかとが高すぎないか、かかとが床についてないか、膝の裏は伸びてるか、これができてないと出遅れるんです。背の高い人を相手にするときにはこの出遅れるっていうのが一番困るんですよ。なぜなら相手の方が一歩の幅って大きいでしょ、腕も長いでしょ、こっちは届かなくても相手は届いちゃうんですよ。だからこそこっちは出遅れないように左足の準備をしておくんです。次はやっぱり前ですね。こっちが背が高い、こっちが背が低いとしましょう。今こっち目線で話してますね。そうするとこの間合い、こっちは届かないんだけど相手は楽に届くっていう間合い、ここが一番危ないんですよ。危ない、だって打ってくると思わないんだもん。だからこの間合いは極力減らしてください。実際にはこの間合いを減らしてくださいって言われても減らすの難しいと思うんで、気を抜かないってことだよね。遠くからでも打ってくるよ。最後はやっぱり体当たりですね。これやっぱりちょっと工夫しないといけないですね。小学生の試合とかでも多いと思うんですけど、背の高い人にいつもと同じように体当たりしたって、それはね、吹っ飛ばされますよ。体格全然違うんだから。ちょっとだけ工夫して体の使い方、足の使い方意識して相手の体当たりをかわす、いなす、崩す、受け流す、やってみてください。いかがでした？今日は背の高い人への攻略法、攻め方やりました。いくら身長差があるからって、あ、こいつ面打ってこないな、安心安心って思われたらもう負けだからね。その逆だからこそ面を攻めておくと。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。